昔々あるところに城主にお世継ぎがいないうちに不幸が起きることが2回も続いたので、新しい城主として赴任してきたお殿様がいました。噂によると城主が2回も変わったのは、人柱にされた若い娘のたたりらしいし、眉唾な話だし、お殿様はとりあえず赴任先の城を見て回り、最後に最上階へと登りました。するといました。何者だ？お前が新しい城主かたわけ。私はこの城の主だ。命が惜しくばこの城をよこせ。さもなくばできらん。どうした？急にこの城を触れてやるって言ったんだよ。それを聞きたかった。そう言って幽霊は姿を消しましたが、お殿様は頭を抱えてしまいました。つい勢いで言っちゃったけど、どうするし。妙案を思いついた殿様は湖へと向かいました。そしてその夜、お殿様はあるものを備えました。それはこの城です。翌朝、台座と一緒にこの城はなくなっていました。それから幽霊が出ることはありませんでしたとさ。めでたしめでたし。